はい、どうも、山木です。今日はどうでしょうかね。まあ、日銀は、おそらくここから国債売っていくんでしょうね。多分ね。ねえ、で、その結果どうなっていくんでしょうかね。っていうところで、そういう動きが多分、まあ、11月の頭ぐらいに出てくるんですかね。なんか昨日、昨夜なんかね、日月神事、もうちょっとこう、皆さんにわかりやすく説明してくれてる動画ないかなと思ってちょっと探して歩いてね。そしたらまあ、関連で出てきたやつで、なんか今年の11月、来月、明日からですよね。で、いろいろ、あの人なんなの、開運予言みたいなのやってる人なんですかね。で、まあその11月ってのがね、その、なんつうの、駅じゃねえな、暦、開運日っていうのが、なんかね、今年の11月ってすんごい特殊らしいんですよ。で、こんだけ連続で開運日が続くってのそんなにないっていうか、その人はそういう開運とかね、そういうのをやり出してからそんくらい揃ってんの初めて見たっていうぐらい。それも貼ってもいいんだけど、日月神事の方、ちょっとね、2本動画貼りたいんで、まあ、そっちの方はまた、そのうちご案内してみますね。面白いのあったらね。で、今年の11月って、29日以外が、ほとんど全部開運日らしいんですよ。で、とっくに、ね、数字的に、やっぱエネルギー高いのが、11月11日だっていうことは、その方はおっしゃってましたね。だから、まあ他のチャネラーの人らとか、スピ系の人らも、やっぱ11月ってのちょっと注目はしてるみたいですね。ねえ、なんか戦争もこれどこまで本当なんでしょうかね。今日も X とか見てたらなんか、なんかね、いろんなそのフェイクをすぐ今見破られるんですよね。なんか空爆ってか爆撃の風景バックにして撮ってる風景も、なんか実はその2年前、3年前がシリア、2020年かなんかのシリアの時の映像を使ってるみたいな、ね、親子の話が出てきてたり、あとなんつうのがパレスチナ側ハマス、パレスチナ側での、まあ、ハマスが入ってった時の映像なんですかね。あれ、ハマスの行動の中の映像ですかね。そこに映ってた人と、今度はイスラエル側で、なんか、映ってた人、同じなんですよね。どっち側もやってんですよ。なんかハリウッドじゃなくてね、パレスチナでパレウッドみたいな、パレウッドじゃなかったっけ？なんか書いてありましたね。本当にフェイクだらけっていうかね、なんか緊急で心臓マッサージされながらこう、ね、搬送されてる、まあ場面撮ってあるんだけど、周りの人はなんかのんびり動いてて緊張感なくてね、ほんで心臓マッサージされてる本人の手になんかスマホをここにこうね、担架に乗っかってんだけど、なんかスマホ握ってる映像とかね、なんかだどこまでやってんのか全くわかんないっすね。あとなんかボスポラス海峡、トルコでしたっけ、ボスポラス海峡になんか軍艦100隻と飛行機何機だか、なんか、もうほんと軍事パレードですよね、もろにね。なんか、世界中のそういう軍事兵器集めんですかね。どうすんでしょう、何すんでしょう。まだドンパチ、本当のドンパチはやってない可能性も高いですよね。
ね、どこまで、まあ、多少のことはそらやってるんだとは思いますけど、どうなんでしょうね。これ日本で流れてる映像なんか現地の人見たら案外びっくりしたりするんですかね。なんか本当現地に行って確かめないと、テレビの本当流れてくる情報だけ掴んでたら本当にあの絵空事の世界に放り込まれますね。という感じで、まあでもね、日銀からでも今晩あたりいろいろ何かアメリカ側から出てきたりするんですかね。どうなっていくんでしょうね。まあちょっと楽しみにしててみましょうね。何かしらの動きは出てくるんだとは思うんですよ、この場面でね。あるいはバイデンもなんかもういつでも首ひねられそうな感じですよね。なんか8万件かなんかのなんか証拠だかなんかがあるみたいなね。なんかもう、死にたいっていう感じですよね。もう動けないんじゃないでしょうか。っていうかもう本人いないっていう噂ですからね。ねえ。というところでね、まあ昨日日月神事の話ちょっとしたんですけども、ね、やっぱね、日月神事って、なんその予言っていうね、あらかじめ言う予言っていうのと、あと、あらかじめ預かる言葉っていう予言と、あと、まあ、前もって言うっていう、あらかじめ言っておくっていう予言と、あと、預かったっていう予言、預かった言葉としての予言っていうのと、で、日月はね、やっぱ予言というのとはちょっと違うかなっていうね。やっぱその神事って神示すですよね。で、なんとなくね、そう他の予言とはちょっと違う感じがするんですよ。まあ、これは個人的な感想ですね。すべての人に当てはまるとは思わないですけど、自分にとってはすごいこう、なんつうんですかね、金銭に響いてくるっていうんですかね、こう素直に受け入れられるっていうか、うわー、ここってどうなんだろうみたいなところがないんですよ、見当たんないっていうかね。なので日月神事ってのは俺ずっと興味を持って見てるんですけど、どうもね、今のこういう世の中の流れ、まあコロナからもそうだし、であとコロナの前ですよね。この三次元、いずれもう次元上がっちゃうぞと、魅力の世界に行っちゃうんだからね、あんたらと。その前に行きたいやつは、ちゃんと魂磨いとけよと。で、早く磨いたものから楽になってくからと。ね。ほんで、いよいよとなってきたら、もう本当に空を飛ぶような、舞うような心地のものと、獣のように血を這うものの二つに分かれてくるよ。ってことも言われてますよね。で、おそらくそうなりかかってる気もしますけどね。ね、どうなってくのかは、まあでも、その日月でいいのはね、まあ怖いことも書いてあるんですよ。その日の雨降るとかね。で、ね、もう神も仏もないものかって思うぐらいになるとか、あと北から攻めてくるぞとかね。もう世界中が日本に攻めてくるみたいなことも書いてあったり、でもその後がもうこの世界の三千世界の立て直しだと。で、まあそこに出てくるのもどうも今まで6回失敗してるぞと。ね、多分レプに負けたんでしょうね。情報戦で負けたっていう話ですね。これ全体でやったんでしょうかね。ホピなんかは4番目の世界って言ってるんで、まあ、その辺がね、部分的なもんなのか、全体的なもんなのかは、まあわかんないんですけど、でもおそらく、タルタリアをやった時、みたいなのまでひっくるめて7回目っていうことなんでしょうね。タルタリア的なことは、インディアン、ホピたちが
地底の世界に逃げ込んで出てきた後がタルタリアなんですかね。そう、タルタリアぐらいで地底に逃げ込んだっていうことにはどうなんでしょうね。なるんでしょうかね。それぐらいのことだったんでしょうかね。その辺はわかんないです。まあでもとにかくその7回目だと。で、やっぱ7っていう数字は1個、サイクル変わるんですよね。で、サイクルが変わるんで、で、7回目で今回はもう実はタイムラインの先には5次元の地球ってのがもうすでにできているっていうことはあちこちから聞きますよね。で、今回はもうすでに成功してるよということも聞きます。で、まあ、今回失敗したら多分今回でもう、ああ、このゲームやめやめってなったんじゃないですかね。ね、どうなっていくか、まあ、でも今回は5次元に上がるんでしょうね。だから、当然、金融崩壊ってのは、その手前で起きるイベントです。だから、ネサラゲサラってのは、おそらくは発動をきちんとしてくるんだと思います。で、DS っていうか、DS って、まあ、レプちゃんたちですよね。トカゲくんたちですよ。で、トカゲくんたちに今回は、もうエネルギーの質が違うんでね。エネルギーがもう、この太陽系自体が銀河のポジティブサイドに入ったので、もうそういうネガティブな連中ってのが今まで使えてたエネルギーってのがもう、どんどん衰弱してってるみたいです。なので、まあ、今回は、岩戸開きと、いうことが、めでたく起こるんだと、期待するっていうか希望するにしときましょうかね。まあね、ネサラゲサラ、RV とかね、昔から、ほんと、初めて聞いたの、ほんと、いつなのかも思い出せない。まあ、10年以上は昔ですよね。んで、その頃から、例えばね、どういう感じだったかっていうと、船に乗っててね、で、この辺の下に今クジラがいるよと言われてね、船に乗っててよ。ほんで、そんなのもいるんだって言って、みんなは周り遠くの景色を見てるときに、俺はなんかずっとこう海を時々覗き込むんですよ。クジラいねえかな、クジラいねえかなってね。押すと、今までは全然クジラのくの字も見えなかったんですけど、ほんとここ4、5年ですね。で、ましてコロナも一個大きかった。3次元のステージがぶっ飛んだ感じでしたね。んで、トランプさんが出てきたあたりからですよ。なんとなくね、その海の底の方に何かがいるなっていう、あれ本当にクジラいんじゃねえのっていう感じになってきたのが、最近になってきたら、もうクジラの姿が水面から、もう水面の下何メーターかぐらいにいて、まだはっきりは見えてないんですけど、もう、あれ、これクジラじゃねえのってね。こんな大きなクジラしかいないでしょっていうのが水面の下に見えるんですよ。んでも、周りの人たちは遠くの景色を見てるんで、クジラなんか全然気にしてないですよ。ねえ、なんかクジラなんてここにいるわけねえだろうみたいなこと言われてね。あ、でもそのクジラが見え始まったんですよ。で、それがじわ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 どん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 はっきりとクジラに見えてくるんです。で、なんかね、おひれの端っこぐらいがちょろんと出てくるぐらいまでの感じですよ。その債務免除、債務免除ってあちこちでやってたり、そのベーシックインカムの実験やる、実験やるって言ってみたりね。日本なんかもその、給付金だったり、補助金だったりの出し方、意外と結構な額出してんですよ。ね、補助金なんかもね、そういうのまた得意な人いるんですよね。なんか補助金ね、次はこんなのもらった、次はこんなのもらったとかってね。
まあ、うん。まあ、うんですよ。まあ、うん。んで、日月真嗣は、動画見てもらった方がわかりやすいですかね。俺が変に先入観入れちゃうより、ご存知の方もたくさんいらっしゃるでしょうから、日月真嗣ってもんがどういうもんなのかよくわかんないだったり、あと一度も触れたことがないとかね、そもそもどういうもんなのっていうこととかに興味があったら、下のところ、なんだっけ、おすすめ動画だっけかな、そこに日月真嗣のやつ、ゆうべ見つけたの2本貼っときますね。それぜひまあご覧になってみてください。で、日月真嗣と、まああと大日月真嗣ですかね、え、あとその世の中にまだ出しちゃダメって言われてるのがなんか13巻かなんかまだあるらしいんですよね、日月真嗣ってね。でももう今出さん、もう出てんですかね、どなたか知ってる方いらっしゃいます？この今までね、公開されてなかったやつって、今出ないんだったら、それずっと出る気ない感じなんでしょうかね。ね、公開されてない13巻、ね、どんなこと書いてあるんでしょうね。見てみたいですね。まあでも今回、大峠が住んで、で、まあ、三次元的に残って、天性、うん、どっちなんでしょうね。三次元的に残って、天性で三次元を目指す人たちと、あるいはもう、五次元に行く地球に残ってく連中、残る人数が大体、人間、人類の三分の一ぐらい、じゃないかと。で、まあ国によっても違うっていう話もいろいろあったり、そこはもうわかんないですね。ね、なってみないとわかんないし、あんまり手前でそういうの知ってもつまんないのかもしれないですね。臨場感なくなっちゃいますもんね。で、まあ、大峠住んで弥勒の世に入ってくっていう世界ができてくるんでしょうね。五次元地球、五次元の地球に。向かっていくっていう方向に入るでしょうかね。この地上に残って入っていくんでしょうかね。あるいはもうパラレル的に分離していくのかな。なんとなく、パラレルに行っちゃいそうな方がイメージとしては、なんとなくしっくりくる気がしますね。俺は個人的にはね。まあ皆さんはね、それぞれ自分の感覚ってのを感じてみたらいいんじゃないかなと思います。まあその上でもね、日月真嗣ってのは、やっぱ一回は触れた方が、っていうか、俺はそれでだいぶ楽になりましたね。全体的に漠然とだけど、全体的にあ、そういうことなのかっていうことが、捉えやすくなったっていう感じですかね、日月真嗣はね。で、まあ、8通りに読めるって言うんですよ。確かにね、まあ、その人その人によって、受け取り方はみんな違うでしょうね。あと、昔読んだ時と、後からもう一回読み直した時と、感触っていうか、こう、理解の仕方が違うんですよね。これでも、日月真嗣に限らないですね。若い時見た映画なんかも、ね、こうやって、年取ってから見てみると、全然見え方違いますもんね。そのストーリーの受け取り方とかね。その時の、その、ね、人物の気持ちとかの、なんか受け取り方って、やっぱ年齢によって違ったりもするんでね。まあ、日月真嗣は今本当に動画もいっぱい出てるし、読み聞かせみたいにこう朗読してくれてるのもあるんですよ。なのでね、ぜひ、一生懸命目の前に座って聞くってことでもなくて、寝る時にね、なんか、ちっちゃい音でかけ流して、聞き流しながら寝てみるとかね。
あるいはなんか草むしりでもしながら、あのラジオのように聞いてみるとかね。読み聞かせなんで、動画は全然あの紙芝居みたいなもんだったり、あとは文字が出てきてたり、だ動画は別に見る必要ないんで、聞き流してもいいんじゃないかなと思います。まあ、そんなとこですかね、日月神事。ね、今日で10月31で、あと2ヶ月で今年終わりですよね。なんか、バキューンって感じで、なんか今年は早かったですね。特に何をこれしたってわけでもないのに早かったなっていう気がするんだけど、もう今年はね、こう YouTube やっとスタートできたし、まあそれなりに、ね、自分なりには変化は振り返ってよく考えるとはあったなって思うんですけど、時間は早かったですね。ね、昔なんかね、じいちゃん、あの方いくつぐらい ?80 ぐらいのじいちゃんでしたかね。なんか、何かの機会で話したときにね、いやー、山木くん、年取ったなー、もう本当にあっという間に一日終わるんだぞーって言われてね。朝起きて目こすって瞬きしたっけ、もう夕方だみたいなね。でもね、なんとなく、あ、そういう感じになっちゃうのかもしんないなっていう気がしますね。若い時と、やっぱ時間の感覚違うと思う部分もあるんですけど、うちに前来たね、小学生が体験でね、ハンカチ染めながら最近時間の流れ早いよねって。小学生ですよ。小学校の頃は時間の流れ早いとかあんま思ったことなかったですけどね。遊んでる時には、うわ、もうこんな時間がってのはありましたけど、最近時間の流れ早いって子供の時に思わなかったですね。なんか時間の感覚ってね、なんかどうやって調べるのかわかんないですけど、なんか生まれてから二十歳になるまでの時間と、二十歳を過ぎてからの時間の感覚って、大体長さとして同じぐらいに感じるらしいんですよね。まあ平均的に80ぐらいと死ぬとしてっていうことですかね。だから子供の頃って本当時間経つの遅かったじゃないですか。ねえ。早くバスの釣り革とかね、ちゃんと掴んでみたいなとか思ったりね。で、まだ俺子供なんだっていうところにずっと押し込められていたりね。子供の時は時間経つのってなかなか経たなかったですね。最近はもうビュンビュンですね。実際のエネルギーの流れも強くなってきてるんでしょうね。ね、時間っていう感覚観念ってのもこれ人間がなんか納得しやすくするために生み出した感覚みたいでね。やっぱ決まったものではない。決まったものではないですね。長さの感覚って変化しますよね。本当にね、なんかね、蝶のつく人の話って本当つまんないなっていう時は本当時間長いしね。でも楽しいことやって遊んでる時はもう本当あっという間ですよね、時間ってね。まあ、ということで明日から、あ、明日もエネルギー強いみたいです。明日も11月1日、111でね。まあでも11月ってのは、かなり特殊。今年の11月ってのはかなり特殊な状態らしいです。その開運で、日読み、ね、そういうのなんて言うんですかね。暦とも違うんですかね。開運日とかっていうの、運勢学なんですか?まあでもとにかくね、11月ってのはいろいろエネルギーが強まってきてるみたいです。まあというとこですかね。皆さんどうですかね。もう下の説明欄とかちゃんといけるようになりましたかね。ね、前なんかいけないとかわかんないっていう方何名かいて、で、またスマホとパソコンでもまた見え方違うんですよね。その出てくる文字も違うしね、操作違うし。
でもこの間、まあ、たまにそうやってタブレットとかスマホもいじるんですけど、基本パソコンなんでね、タブレットとか、そういうスマホとかいまいち、俺はちゃんと操作はできないんですけども、ただ使ってて思うのは、やっぱパソコンの方が楽っていうか、なんつうんですかね、情報探すのがパソコンの方が圧倒的に楽ですね。画面大きいからやっぱ、その同じワードで検索しても出てくる情報量がすごい多いじゃないですか。スマホとかってね、なんかこんなちっちゃいところでずーっと縦に細長く入ってたりするんですかね、あれね。なんかだから、パソコンね、パソコン、もし、年配の人で、いや、俺、使えねえからわかんねえからっていう人がいたら、メドベッドで、ねえ、メドベッドで、若返っちゃいますからね。そこから、まあ、もし噂通り30年ずつ3回ね、若返ることができるよというのがもし本当であれば、あと100年は黙って伸びていくわけですよ。そしたら、もう年だって言ってあと100年は生きらんないですよ。ね。だから、そういうのパソコンとかも、年だからって言ってやめてたんだったら、チャレンジしてみましょうよ。パソコンの方がね、面白いですよ。まあでもこっから量子コンピューターになっていくとどうなんでしょうかね。もう頭の中に直接映像見えたりもするかもしれないですね。まあそんな妄想をいろいろ繰り返しながら、明日の X を楽しみにしてみましょうかね。まあ今日は何分話しますか？20分こつで。何分？まあ30分。まあそんなとこですかね。まあとりあえずね、もう今戦争、世界で本当に何が起きてんのか全くわかんないですね。全くわかんないカオス、もうフェイクニュースだらけだし、その中にどんだけ真実があんのか、本当、わかんないですね、これね。現地に友達でもいてね、電話で直接話でもできればまた違うんでしょうけど、まあ、そういう方もいらっしゃるでしょうね。まあ、だからフェイクニュース、だテレビ、今日はなんかね、テレビとかどういうことやってんだろうと思って、YouTube でも日テレとかいろいろ出てくるじゃないですか。なんかもう住む世界違いますよね住む世界違いますよ。憎ったらしいハマスの、ね、ハマスの裏側にいて糸引いてんのがそのプーチンだみたいなことを言っててね、なんかまあ本当にこれもうパラレルに分離してんのかもしれないですよね。なんかもう住む世界違いますよ。重なる部分はだいぶ少なくなってきましたねって、またこんな話ぶり返していくと終わっていかないんで、まあそんな感じでね、まあフェイクニュースには十分ご注意っていうところと、あと日月神事はね、ぜひ触れたことない方はおすすめします。なので下に説明欄のとこに動画2本貼っときますね。ぜひそれ見て、あ、こういうことなのかなってね、それが真実だっていうご紹介ではないですよ。こんな話もありますよっていうところでご紹介するんで、まあそれをね、受け取って、まあ見る見ないも自由だし、どう受け取るも自由なので、まあとりあえずね、触れたことない方はもし興味があったら覗いてみてくださいというところの話でした。じゃあ、また興味があったらぜひ遊びに来てくださいね。じゃあ、またね。